申し込む。ジャスティン・ティンバーレイク&ジェシカ・ビール夫妻2歳の息子に性教育を開始。女優のジェシカ・ビールが夫で歌手のジャスティン・ティンバーレイクとの間に生まれた2歳半ばの息子サイラス・ランドールに性教育を開始したというビーグルなどが報じている。現地時間6日に米ロサンゼルスで開催されたメーカーズカンファレンス2018に出席したジェシカは、自身の性教育に対する考え方が夫のジャスティンや息子のサイラスにいかに影響を与えたかについて語った。女性の性的育を高めることに役立つビデオを携えて登場したジェシカは、私には2歳半ばの息子がいて性教育を始めているところよとコメント。私たちは専門用語を使っているの、一緒にシャワーを浴びて、これが私のもの、これがあなたのもので、ただ話し合うのよ。とても早いことは分かっているけれど、これだけ早く性教育を始めれば恥ずかしがることはないと思うと家庭内での性教育について明かした。また、私はあの子に大事なところを隠しなさいとか、あれやこれや言いたくないのとした上で、それって素晴らしいことよ。私たちが違うものを持っていることはクールよね。私たちは私たち自身やお互いをリスペクトしなきゃいけない。だから私は早く性教育を始めるのが良いと考えているのとも語っている。そして自身のセックスについては、私もまだ学んでいるところとしつつ、常により高い性的育を持とうとしているわと話したとのことだ。